ここのところ暑くなったり寒くなったり、体調管理が難しい季節になってきたね。花粉もそこかしこで飛んでるよな。PM2.5 も警戒する必要があるぜ。でもそうこうしているうちに、あっという間に蒸し暑い梅雨がやってくるよね。今のうちからカビ対策を進めていた方が良さそうだよ。いろいろと大変な季節の変わり目だけど、健康第一で日々を送っていきたいね。そうだね。さて今回は、中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 1020J20 の開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているんだって。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたんだけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるよ。2022年3月19日に中国メディア海峡回答が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバック大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機、F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと報じているんだ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空警500系 J500 との連携による飛行訓練を実施しているようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったんだって。そして、ウィルズバック司令官は J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような対地対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからない、と語ったとされており J-20 の性能などについての言及はなかったと見られているよ。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している、世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J-20 に、感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみなんだ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているんだけど、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみだから J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているね。J20 について詳しく、J20 は中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機、F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるぜ。またお得意のパクリなのかな？ F-117 ってどんなステルス攻撃機なの？ F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているようだね。 J20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているよ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後縁に向かって緩い前進角を持つ、デルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているんだ。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているよ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているね。機体のステルス性能についての詳細は不明なんだけど、
F117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって、F117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.025 平方メートルと同程度とする見方があるんだ。このレーダー反射断面積値が小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15 イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルとなっているぜ。また、J-20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子ソーサーレイ ASA レーダーを搭載しており、約2000から2200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているな。送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J-20 が搭載している ASA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているみたい。また、J-20 には F-35 の ANAQ-37EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の捕捉と照準が大きく強化されているとの見方もあるよ。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるんだけど、試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたとみられ、2号機には中国製エンジンの WS10G が搭載されたと言われているね。J-20 には本来であれば専用エンジンとして、開発が進められていた WS-15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されている、サプールンエール 31FM2 が採用されていたな。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 において、水力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたことから、WS-15 に代わり暫定的に WS-10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J-20 では第5世代戦闘機としては世界で初めて、複座型の機体が製作されているのが明らかになっているんだけど、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、後席の乗員がそれら無人航空機の統制を行うためと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日はお茶漬けにあられが入っている本当の理由を話してみようか。市販されているお茶漬けの元には、あられが入っているものが多いよね。柔らかな食感のお茶漬けだけど、あられが入ることによってカリカリとした歯ごたえが加わり、より一層お茶漬けが美味しくなるよね。あられはお茶漬けを美味しくするために入れられていると思われているけど、実はもともとは違うんだよ。お茶漬けのあられは美味しくするためではなく、お茶漬けの元を乾燥させるために入れられているんだよ。実はお茶漬けよりも前に、京都のぶぶ漬けにはあられが入れられており、これがお茶漬けにあられを入れるルーツになったとされているんだ。現代では、ぶぶ漬けといえばお茶漬けのことだと認知されているけど、本来、ぶぶ漬けのぶぶとはお湯のことであり、ぶぶ漬けとはつまりご飯のお湯漬けのことだった。昔の京都に住む人はあまり食事にお金をかけずに、なるべく食事は質素に済ませるような一面があったんだって。そして、ぶぶ漬けは漬物などと一緒に食べられていたんだけど、あられも入れて食べられるようになったんだ。ご飯を食べた後にお椀に米粒が残らないように、最後にお湯を入れて食べるのも当時の知恵だったみたいだよ。お茶漬けの素が全国的に普及するようになったのは、第二次世界大戦後なんだ。開発当時はまだ現在ほどの技術力がなく、お茶漬けの素を完全に密封することができないため、湿気ですぐに湿ってしまうことが商品のネックとなっていたんだ。お茶漬けの素が湿ってしまう問題は解決されていなかったけど、ぶぶ漬けの発想から、お茶漬けの素にあられを入れることになったんだ。すると、偶然にもあられが湿気を吸収するようになり、お茶漬けの素が乾燥したままになることが判明したんだよ。つまり、湿気を解決しようと投入されたわけではなく、偶然の産物として、お茶漬けの素の乾燥状態を保持する方法が見つかったんだ。それからは、様々な味のお茶漬けの素の湿気問題の解決策として、あられは大活躍することとなったよ。現代では袋を密封する技術があるため、実はあられを無理に入れる必要はないんだよ。しかし、依然として乾燥剤としての役割は果たしているし、当時の名残や多くの人の食べ慣れた味ということもあり、現在のお茶漬けの素の多くにはあられが入れられているんだ。乾燥状態の保持が不要なお店で食べるお茶漬けにもあられが入っていることがあるけど、
もともとはお茶漬けの元に入れられていたものが、逆輸入された形かもね。以上、お茶漬けにあられが入っている理由でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。いよいよ1型戦闘機第6世代の編容が出てきたみたいだな。え、まだ最近まで第5世代の戦闘機の話してたじゃん。もう次世代戦闘機の開発が始まってるの？そうだね。現段階では開発に入っているというよりも、どういう方向性で次世代の戦闘機の開発を進めるかってことかな。防衛省は2020年12月に航空自衛隊の F2 戦闘機を後継する、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で進める方針を定めたそうなんだ。開発はまだ先の話ってことなのか。開発をどういう方向性で進めていくかってことなんだね。次期戦闘機の方向性を決める上で、新型の単独開発または共同開発、既存の戦闘機の改良型の導入という3つの方向性で検討され、最終的に2018年の中期防衛力整備計画で、外国との協力を視野に我が国主導で開発という方針を定めたそうなんだ。これ、今回は日本が主導で開発を進めるのか。それは楽しみだな。うん、そうだね。次期型戦闘機はこれからの防衛や戦い方を考えて、今までとは違った発想で開発されるみたいなんだよね。日本主導で開発なら世界を驚かすような戦闘機を開発してほしいね。ところでよ、今までとは違った発想ってどういうことなんだ。ただ性能を向上させていくとは違うってことだよな。そうだね。それじゃあ今回は現段階で予測できる性能や運用目的などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。戦闘機の任務で考えられるのは、航空偵察、航空優勢の獲得、地上部隊への援護、艦艇の航空援護、弾道ミサイルや巡航ミサイルの撃破、地上敵部隊に対する攻撃、敵艦艇に対する航空攻撃など様々な任務が考えられるよね。うわぁ、戦闘機ってやることが多すぎて大変だな。だからこそ戦闘機の開発で他国に遅れを取ることはできないんだよ。これだけの任務があるんだから、戦闘機の強さイコール国の強さって言っても過言じゃないよな。そうだね。日本の周辺国では第5世代の戦闘機の配備がどんどん進んでる。これに対抗するために、防衛省は新たな戦い方ができる、次期戦闘機の開発が必要不可欠だと考えているんだよ。この次世代戦闘機のコンセプトは、高度な情報化、高度な知能化、そして瞬時に敵を叩くことができるこの3つの頭文字を取ってアイファイターと称しているんだ。かっこいい、コンセプトはわかったけど、どういう能力なの？まずは射撃機会が増えるってことだね。無駄撃ちの排除、誰かが撃てる、撃てば当たる、各戦闘機が持っているセンサー情報やウェポン情報を、データリンクで共有し、編隊内で総合的に分析を行うんだ。今までの戦闘機なら敵機を自分で発見、ロックオン発射、誘導してたんだけど、次期戦闘機は味方機で発見、ロックオン発射、誘導が分担してできるようになるんだ。それと、敵に逃げる機会を与えないってことかな。弾数に縛られず、撃てば当たるエネルギー兵器、マイクロ波、高出力レーザー兵器を装備するんだ。これは発射すると高速で飛ぶので、瞬時に敵に当たるんだ。あとはフライバイト方式だね。聞き慣れない言葉だけど、機内での情報伝達機能だね。列国は強力な電波を相手に照射して、兵器や通信機器の妨害を試みるんだよ。フライバイト方式では光ファイバーで操縦や情報伝達を行うために、この妨害にも強い威力を発揮することができるんだよ。おいおい、すごいハイテクだな。どういう戦い方になるのか想像もできないわ。まだまだあるよ。戦闘機には最も重要視されるステルス性能も各国の戦闘機を凌駕すると言われてるよ。それとは逆に敵機のステルス機は瞬時に発見できる、ハイパワーレーダーが備えられるそうだ。それだけの超ハイテクな機体をハイパワースリムエンジンが支えるんだ。聞いてるだけでも性能がすごすぎて本当にできるのかって思ってしまうよ。大丈夫だよ。日本の開発力と技術力は最強だぜ。うん。日本が開発に乗り出すのならやってくれると思うよ。これだけのハイテク化により当然戦闘機の戦い方も変わってくるよね。これからの戦闘機の戦い方は、先に敵を発見し先に撃墜しなくてはならない。アメリカの戦略予算評価センターの分析では今までのような、戦闘機同士でのドッグファイトは減ってくるそうだ。次期戦闘機が目指す次世代の戦い方は、ミサイルを母機として、無人機を先に出して、スタンドオフセンサーとして、有人の大型超音速戦闘機が後ろから無人機を制御するような形になると思う。
この戦闘は無人機随伴の複数の大型超音速戦闘機編隊のグループ戦闘になってくるだろうね。なるほどな。映画で見るような有人戦闘機同士の一騎打ちみたいなのがなくなってくるんだな。そうだね。この新たな戦い方では、編隊内のセンサーが敵を見つけ、編隊内の兵器が効率的に撃ち漏らすことなく敵を攻撃し撃墜するという戦い方になるね。数的劣勢下ではこの戦い方が効果を発揮すると言われてるんだ。軍事的な規模としてはあまり大きくない日本にはうってつけの戦い方というわけだな。なんか難しそうだけどすごいってことだけはわかったよ。あと次世代戦闘機のエンジンやステルス性能なんかはどうなの？それじゃあそれも見ていこう。次世代戦闘機はエンジンをスリム化させなおかつ、大出力化を両立できると言われてるよ。水力変更のノズルは全方向20度の方向変更ができて、ジェット噴流方向を変えることにより、舵面だけで行う方向変換に比べると小回りが効いた運動が可能になるんだ。超音速で飛び回る戦闘機にとって小回りが効くということは、戦闘時に大きなアドバンテージになるよ。ステルス性能は相手からのレーダーの反射を、いかに最小に抑えるかが重要なんだ。翼下や胴下に搭載される兵器を、胴体内部に格納しレーダー反射が大きいエンジン反面を、隠すような曲がったインテークダクトなど新しい技術を適用することにより、優れたステルス性能が発揮できるようになるだろうね。エンジンやステルス性能だけじゃないよ。次世代戦闘機には人工知能も搭載されるらしいんだ。これからの戦闘では目視できない距離での戦闘も想定される。もちろん戦闘機の機能も多くなるから、人工知能の支援を受けつつバーチャルヘルメットの映像を見ながらパイロットがデータリンクで繋がった司令部の命令に従って、戦闘機の操縦をすることになるんだ。まるでゲームの世界だな。本当にそうだね。実際に防衛庁は無人機の開発にも積極的に取り組んでるんだ。まず有人機を改造して、用途や任務によって、有人、無人の、運用が切り替えれるような戦闘機を作りこれを支える人工知能の開発に力を入れているそうなんだ。将来、無人の戦闘機が空を飛び回り無人機同士で戦闘するようになるんだね。なんかどんどん映画で見たような世界になってるね。いつかその人工知能が暴走して、みたいにならないよね。人工知能が兵器に搭載されると聞くと確かにそんな心配も出てくるだろうね。そういう映画多いからね。でも、これからの防衛や戦闘には人工知能は必要不可欠なんだ。それは、どの国も無人機の研究や開発に力を入れているからね。これだけ、兵器の機能が発達すればいくら優秀な人材でも、人間がコントロールするのは限界がある。人工知能と人力の融合が必要だよね。あくまで、人工知能を管理するのは人間。全てを人工知能に委ねるのは危険だと思うよ。将来全ての兵器を管理する兵器が開発され、その人工知能が暴走、それに誘発され全世界の人工知能が暴走となれば人間の世界は終わりだね。話が逸れてしまったね。日本が主導で開発する第6世代戦闘機、本当に楽しみだね。今後の新たな情報を待ちましょう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はーい。雑学の時間だよ。待ってた？待ってました。今日は何のお話をしようかな。それじゃあ今回はアニメにまつわる雑学で行ってみよう。ルパン三世はみんな知っているよね？実は我々がよく知っているルパン三世の顔は変装であり、素顔については誰にも知られてないんだ。普段見せている顔は実は変装している姿なんだよね。これは公式設定としてルパン三世は素顔を誰にも見せていないことになっているんだ。ルパン三世は大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫であり、ルパン三世は祖父のアルセイヌ・ルパンを尊敬しているという設定があるんだ。そして、ルパン家には泥棒としての指南書が存在していて、ルパン三世はアルセイヌ・ルパンの指南に従って、決して誰にも素顔を明かさないようにしているんだ。そのため、ルパン三世の素顔は仲間の次元大輔や石川五右衛門にすら知られていないんだ。ルパン三世の顔は誰にも知られていなかったが、2018年になって藤子だけには明かされたんだ。2018年に放送されたルパン三世パート5の最終回において、ルパンは藤子に私はあなたの何？と問われました。そこで、ルパンは藤子のことだけは信頼しているという証として、変装しているマスクを取って素顔を見せたんだ。マスクを外した素顔は黒塗りとなっていたため、ルパンの素顔を知っているのは世界で藤子だけってことだね。それと、ルパン三世といえば、大怪盗アルセイヌ・ルパンの孫という設定になっているよね。でも、モンキーパンチ氏がルパン三世を書き始めた当初は、
違う設定だったんだ。最初はアルセーヌ・ルパンの孫ではなく、あまりの怪盗っぷりに、ルパン三世という愛称で呼ばれるようになったという設定だったんだ。しかし、編集者から面倒くさいからアルセーヌ・ルパンの孫ということにしようと、持ちかけられて、結局は現在の設定になったんだ。モンキーパンチ氏の構想では、ルパン三世の舞台が1967年だったことから、単純にアルセーヌ・ルパンの孫世代あたりが活躍をするというだけで、孫にしようとは考えていなかったみたいなんだ。最後に、ルパンには子供がいるって知ってた？1975年に刊行されていた少年アクションという雑誌では、ルパン小僧という漫画が連載していたんだ。この物語はルパン三世と藤子の子供が、ルパン四世を目指すというストーリーとなっていて、ルパン小僧の1話や18話では、お父さんであるルパン三世が実際に登場しているんだ。しかし、少年アクションが休刊した影響を受けたことにより、ルパン小僧も18話で打ち切りとなってしまったんだ。以上、ルパン三世の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和な時代とはいえ、ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？それは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびとピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊での F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界での有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工業がアジア唯一の FACO と呼ばれる動機の最終組み立てを担う認可を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン。当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、
今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施置きとして話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことらできないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を持っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的がすぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のわがままをアメリカがどのように汲み取って合意するのか、断固として許さないのか、行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。